皆様お忙しいところお休み中にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。本日の進行を担当します原子力資料情報室の番です。よろしくお願いします。今回アメリカの方からトーガン・ジョンソンさんとグレゴリー・ヤピコさんをお招きしております。で、日本にいらっしゃるせっかくの機会ということで私たちはこういう講演会を催すことにしました。で、最初にトーガンさんの方からそのお手元の資料にありますように、その三温のフレネン発がまとまったわけなんです、廃炉になったわけなんですけど、そのに向かう行き先をお話ししていただくという予定になっております。通訳を交えて1時間を予定していて、その後皆様との間でのやり取りというものをあまり長い時間取れないんですけれども、20分から30分ぐらいを予定しております。そして、それが終わってからグレゴリー・ヤツコさんのお話という、そういう段取りになっていて、全体4時半に終わる予定になっておりますので、皆様進行の方にご協力をよろしくお願いします。トーガンさんは、都市計画、都市設計の専門家でいらっしゃいまして、そのサンディングフォーラムっていうものを、その設立しまして、そしてありますサンオノフレ原発の問題を、大きく取り上げて活動をされたということなんですが、まさにそのいきさつをお伺いしたいというふうに思っております。司会のあまり長い話はさておきまして、それではトーガンさんよろしくお願いいたします。まずはじめに、著名なノーベル賞を受賞したエコノミストであるジョセフ・スティグリッツ氏の言葉を引用するところから始めたいと思います。A system that socializes losses and privatizes gains is doomed to mismanage risk. 利益を私有化し、損失を社会化するシステムは必然的にリスク管理に失敗する。The Price-Anderson Act.The United States indemnifies the U.S. nuclear industry against catastrophic accidents, placing much of the cost of those accidents on the public. アメリカのプライス・アンダーソン法というのは、アメリカで原子力に関する破壊的、破滅的な事故が起こった際、その事故に対する責任を免責し、そしてそのコストの多くを実際の市民に負わせるということをしています。We in the United States watched in disbelief as news reports
from Japan were very thin on details and were overly optimistic about that accident, the extent of the negative impacts that would eventually be felt across the Pacific Ocean. 私たちは日本における事故に関する報道を信じられない気持ちでずっと注視していました。日本から流れてくる報道というのは詳細において非常に十分でなく、また事故がその後どうなるのかということについて、あるいはマイナスのインパクトで影響についてあまりにも楽観的に過ぎる情報が流れていました。While we watch the news, and heard optimistic reports, experts in France were generating these models of the plumes leaving the Fukushima Daiichi site and moving across the Pacific. Now, these are low levels of cesium-137 that were mapped. But we didn't get this information from our government. We got it through a website from France. そしてこの事故に関するニュースを見ているただ中で、そして事故に関して楽観的な見通しが示される中で、アメリカの専門家はこのようなモデルを構築しました。福島第一原子力発電所から放出されるプルームがどのように太平洋に広がっているのかということを示したものです。これは低レベルの放射性物質、セシウム137の拡散具合を示したものですが、この情報は私たちアメリカ政府、私たちのアメリカ政府から得たものではなく、フランスのウェブサイトから得たものです。The radioactive plume shows the geographical extent, which covered a distance of 8,800 kilometers.ここで示されているように放射性プルームは8万8000キロという距離を6日間でカバーしました。Approximately 3.5 weeks after that, my wife and I detected radiation in the milk that we were feeding our children in San Diego, California. そしてこれからこの後3週間半後、カリフォルニアのサンディエゴで子供たちに飲ませようとしたミルクから私と妻は放射性物質を検出しました。Similar information about the dispersion of the radioactive plume was later found.On industry websites such as this one from Lawrence Livermore National Laboratory in California. この拡散に関する放射性プルームの拡散に関する情報はここに表示されているようにローレンス・リバーモア研究所などのウェブサイトでも同じように示されていました。But this information was not available in real time while the accident was happening. We found this many, many months later.ただこの情報は事故が起こった時にリアルタイムで表示されていた、あるいは提供されていたわけではありません。事故から何ヶ月も経ってから入手、ようやく入手しました。After the March 2011 disaster, Californians felt very differently about San Onofre Nuclear Generating Station and the reassurances of safety coming from the industry and the plant's owners.A population of 7.4 million people live within 80 kilometers of the two reactors built down at sea level in a tsunami zone. 2011年の3月の事故の後、カリフォルニアのサンオノフレ原子力発電所に対して、カリフォルニアに住んでいる住民は随分と違った感情を持つようになりました。このサンオノフレ原子力発電所では、2基の原子炉が津波が来るような海岸海抜0メートルのところに設置されており、そしてそこから80キロ圏内に740万人の人が住んでいます。この原子力発電所について
それまで、原子力発電所の所有者や政府関係者は安全だと言ってきましたが、これに対して違う気持ちを持ち始めました。Citizens began to study the conditions at the San Onofre power plant, and we produced information like this map that describes the uncanny similarities of site conditions at both Fukushima Daiichi and San Onofre.この後、サンオノフレ原子力発電所について私たちは、市民たちは学び始め、そして福島第一原子力発電所とサンオノフレ原子力発電所の間には、その立地状況などにおいて非常に不気味なくらい似通っているところがあるということに気づきました。このような地図を提供したというのもその取り組みの一つです。 The red lines that you seeAnd the purple lines are seismic faults. The power plant sits between these fault lines. ここで示されている赤い線や紫の線というのは断層です。そして、原子力発電所はちょうどこの断層の間に位置づけられています。The small inner yellow circle is the emergency planning zone, and the large outer circleis the area that was prescribed by the U.S. State Department for U.S. citizens in Japan to evacuate out 50 miles, or approximately 80 kilometers. 黄色で示された内側の辺というのが計画的避難をする際に考慮すべき地域とされるところで、その外側の大きな辺というのは、アメリカ政府が日本に住んでいるアメリカ人に対して避難勧告を出した50マイル、およそ80キロ方向を示しています。Citizen groups in California included many professionals and business owners who took it upon themselves to analyze the economic cost of disasters. The list here shows the potential loss of home values. It's quantified, each line is quantifiedby one of the cities within the 50 kilometers of San Onofre. 市民のグループや多くの専門家、そしてビジネスを実際にやっている人たちは、事故が起きたときにこの経済的な損失がどのくらいなのかということを分析し始めました。ここのリストでは、サンオノフレ原子力発電所から50キロ圏内にある都市、そしてその都市での住宅価格がどのぐらいなのかということを示すことによって、事故が起きた際にどのぐらいの損失が起こりうるかということを示したものです。 The numbers were so large, many of the local elected officials that we shared this information with had never seen numbers that large before.そしてこのように積算された数字は非常に大きな金額となりました。この数字を実際に選挙で選ばれるような立場の人たちに見せた際には、こんなに大きな数字は、こんなに大きな金額は見たことがないと言われます。 These numbers represent home values of individuals in each city. And the reason why we chose home values is becauseIn the United States, people's homes are their primary financial nest egg, and a severe nuclear accident which forces them to evacuate their home permanently is the same as personal financial ruin for these people. この数字というのは、アメリカこの都市における個人の住宅価格の積算値なんですが、なぜ住宅価格を選んだのかというと、アメリカにおいては住宅というのは個人にとって最大の金融資産にあたるからです。ですので、もし原子力発電所の事故が起こり、そして永続的に避難しなければならないというような事態になったら、それは金融資産を失ってしまうということを意味します。 Citizen groups analyze the regional government's nuclear emergency response plansAnd we found them to be dangerously inadequate. And little mention was made of land contamination and the risk of abandonment of large areas of densely developed regions around the power plant. 市民のグループは、この地域の政府が持っている
緊急時の避難計画について分析し、そしてこれがあまりにも危険なほど不十分であるということをいう結論に至りました。ほとんど土地が汚染されるということですとか、また非常に人口密度の高い原子力発電所を囲む地域を諦めてしまわなければならなくなると、放棄しなければならなくなるということについてはほとんど触れられていませんでした。 Seismic conditions in California can be severe, and experts at the U.S. Geological Survey have predicted a large seismic eventfor seismic faults near the San Onofre nuclear power plant. カリフォルニアにおける地震の状況、あるいは断層をめぐる状況というのは非常に厳しいものがあります。アメリカの地質調査所によると、サンオノフレ原子力発電所の近くにある活断層においては非常に大きな地震イベントが起こるだろうということが予測されています。Public citizen groups responded to the cumulative problems observed in the nuclear industry, specifically at San Onofre, by speaking out at local city council meetings, and by speaking out at state level meetings, and by writing letters and letter writing campaigns, to bring to the attention of our elected officials that we had serious concerns about our nuclear power plant.That the conditions there were unacceptable. 市民グループはこのような山積する問題について対応を取ろうということで、原子力業界に対して、あるいは地元において原子力業界に対しての声を上げるということにしました。地域レベルで、あるいは地域の市議会レベルで、あるいは州レベルでいろいろな集会を組織して開催して、その場で発言をしたり、あるいは選挙で選ばれて公職に就いている人たちに対して手紙を書くというキャンペーンを繰り広げたりしました。この現在原子力発電所が置かれている状況というのは全く受け入れがたいということを示していたのです。 At first, the local elected officials wanted nothing to do with us.地元の選挙で公職に選ばれた人たちは全く最初は関係を持ちたくないという態度を取りました。When we approached them repeatedly over the course of several months and shared information, the information that we were producing with them. けれども何ヶ月もかけて何度も彼らに対してアプローチしていきました。そして彼らに対して情報を共有したり、あるいは彼らと共に情報を発信したりしていきました。Eventually, we got these local elected officials and city councils to vote in favor of the public's concerns and public safety. In fact, we got unanimous votes at the cities that we approached, which were 5-0 votes.けれどもいずれ、あるいは、最終的にはその地元の公職にある人たち、そして、市議会で国民ある市民が抱いている懸念、そして、安全に対する懸念に沿った形で、投票してもらうということに成功しました。場合によっては全員一致の投票が出されるということで、私たちがアプローチした市のうち、5つの市で全員一致で原子力に関する懸念を示す投票が行われました。Even the city of Los Angeles, the second largest city in the United States, voted unanimously 11-0 in favor of the public and public safety and voted against the power company.ロサンゼルス、アメリカで2番目に大きな都市であるロサンゼルス市でさえも全員一致で投票がなされ、11-0ということで住民の安全を重視し、そして電力会社に反対するという結論になりました。 Once the Los Angeles City Council had the facts and information that we presented with them,
their response was a decision, a unanimous decision for public safety was obvious. ロサンゼルスの市議会に対して私たちが事実や情報を提供をしましたところ、彼らの結論としては、全員一致で、市民の側に立つ市民の安全を考慮するということで疑いのない結果となりました。 Support for the citizen groups went as high as the federal government and the Senate Committee on Environment and Public Works, which was very helpful in pursuing the issues, the safety issues at the power plant. They represented the public interest.市民のグループに対するサポートというのは連邦政府レベルまで行きました。特に上院環境公共事業委員会はこの安全をめぐる問題について大変手助け、多くの支援、手助けをしてくださいました。 These are quotes from Allison McFarland, the current chairman of the U.S. Nuclear Regulatory Commission.And she strongly supports public involvement in decisions regarding nuclear power and public safety. こちらに書いてあるのはアメリカ原子力規制委員会の現在の委員長であるアリソン・マクファーレン氏の言葉です。彼女は原子力に関する意思決定、また住民の安全に関する意思決定について市民が広く関わるということを力強く支持しています。 This is a full page ad that we took out in the Los Angeles Times newspaper publicly thanking the four speakers who came to speak on behalf of the public interest and public safety at the San Diego conference that we organizedThis ad ran on July 4th, which is a very significant day in the United States. It commemorates Independence Day, free thinking, and really the importance of democracy in decision making. これはロサンゼルスタイムズ紙に載った前面広告です。サンディエゴの会議で発言した4人のスピーカーに対して感謝する内容となっています。この4人のスピーカーは公共の利害について、そして住民の安全について話してくださいました。この全面広告が載ったのは7月4日でしたが、アメリカにおいて7月4日というのは非常に意義深い日です。独立記念日で自由な考え方、そして民主主義の重要性、また意思決定に関するプロセスなどを想起させる非常に重要な日です。The conference that we organized was titled Fukushima, Ongoing Lessons for California, in which former Japanese Prime Minister Naoto Kan and former Chairman of the U.S. Nuclear Regulatory Commission, Dr. Yasuo, and Peter Bradford, a formerNRC commissioner who dealt with the Three Mile Island disaster, and independent nuclear expert and nuclear industry executive Arne Gunderson presented their views and their ideas about nuclear power and nuclear safety.このサンディエゴでの会議には福島カリフォルニアへの現在進行中の教訓というタイトルがついていました。この会議で発言したのは、元原子力規制委員会委員長のグレゴリー・ヤスコ氏、そして日本の菅直人元首相、それからスリーマイル島の事故の時に原子力規制委員を務めていたピーター・プラットフォード氏、それから原子力業界で重役を務めていた、そしてその後独立した原子力に関する専門家になったアーニー・バンダーセン氏でした。彼らから見てこの原子力についてどうか、また原子力の安全についてどう思っているのかという見解や考え方を話してくださいました。
3 days after the conference, Southern California Edison decided to decommission the nuclear power plant. And there were celebrations across California. People who were quiet before became very outspoken against the power plant once the decision was public that it was going to be decommissioned. この会議が開催された3日後、サザンカリフォルニアエジソン社はこの原子力発電所を廃炉にするということを決定しました。それを受けてカリフォルニア中で盛大なお祝いが開かれました。それまで非常に寡黙だった人たちが一度廃炉にするという意思決定が示されてからは、大きな声で発言をするようになりました。そして原子力業界に対して反対の意を表明するようにもなりました。 This motto, the noblest motive is the public good, is on the crest, on the seal, the official government seal of the county of San Diego, and it appeals to a higher value system.It tries to hold elected officials to that value system by putting the public's interest first before the profit of any company. And that's what they did. We had support of our county government. It was a huge success for the public. It was a huge success for the elected officials that got involved in this. And that's why I came here today, was to share that experience with you andUrge you to find your voice and share those interests, I mean those concerns, share them with your elected officials. It's part of a healthy public discourse about this technology. I wish you the best of luck. Thank you. ここに書いてある、最も、高貴な動機というのは、公共の利益のために行うということであるという文言は、これはサンディエゴ郡の公式な紋章の中に使われていて、公式な紋章の縁取りの中に収まっている文言であります。これはより高い価値観のために働くことを公職選挙で選ばれた人たちに対して、この価値観に基づいて行動するようにということを促すもので、いかなる企業の利益よりも公共の利益を優先すべきだということを謳っています。で、実際に彼らがやったことはまさしくその通りでした。この件に関して州政府は大きな成功を収め、そしてこの件に関わった公職についている選挙された人たちというのも非常に大きな成功を収めたと思っています。今日は今回日本に来ることができ、またこの経験を皆さんに共有することができて嬉しく思いますし、皆さんもぜひこのような声をきちんと発していく、皆さんの懸念をきちんと表明していくということをやっていっていただきたいと思います。この技術に関する公共的な議論をするというのは非常に健全なことでありますので、この問題をめぐる議論をきちんと広げていっていただくようぜひお願いしたいと思います。またご検討をお祈りいたします。トーマスさん、どうもありがとうございました。それではちょっと早めに終わっているんですけれども、会場の方からいろいろとお伺いしたいこと、聞きたいことあると思いますので、ぜひ手を挙げて、聞いてください。じゃあ最初に、じゃあこれちょっとこの時やる。ありがとうございました。質問します。日本の自治体、原発自治体では結構住民の方が仕事を得たい、あるいは、そういうような声が多いことから、自治体の議会、あるいは、市長などは、原発立地をやはり維持したいというふうに考えがいきがちだと思うんですが、こ
ちらのアメリカの場合は、その地元で例えばその原発関係の雇用があるから反対、原発を推進したいという議員の方とかの動きというのはあったんでしょうか。Thank you very much for your speech. I have a question. In the case of Japan, many of the local municipalities are concerned about the employment that is associated with nuclear industry for the residents living there. So those are the reasons oftentimes that the local councils or the mayors would want to keep the nuclear power plant. So in the US, in the local communities,Wasn't there any movement or moves towards promoting the nuclear power industry so that the employment related to nuclear power industry can be maintained? That was an issue in California. What we had proposed was that there are jobs in other technologies, energy technologies that are safer.That the number of jobs that we were talking about was dwarfed by the number of jobs that would be lost in the event of a severe nuclear accident in a dense urban area. There wasn't any comparison. We only ran some of the numbers of the impacts. We had numbers similar to Japan's, $500 billion.Impacts to the economy, where we were looking at relatively small number of jobs by comparison. 確かにその問題もカリフォルニアではありました。それに対して私たちはより安全なエネルギー関係、エネルギーに関する技術に関する雇用があるということを提案しました。そして実際に雇用数というのは、もし事故があった場合に都市部で失われる可能性のある雇用の数と今の雇用の数と比べた場合、後者の方が圧倒的に多いということも示しました。比較にならないことでした。この数というのも非常に重要で、もし事故があった場合に起こりうる経済的損失というのが5000億ドルというふうに算出されましたので、それに比べると原子力関連の仕事と雇用というのは比較的小さな数字だということも示しました。じゃあ、これです。アメリカでは活断層があるところには原発は作られないというふうに私たちは教えられて、で先ほどので活断層が5つも周りにあるというのを初めて知ったんですけれども、アメリカの NRC、 それから州政府、電力会社はその事実をどういうふうに住民に対して今まで説明してきたかということと、それに対して住民側が何か反論した、ことがあれば、それを両方とも教えていただきたい。We were always taught that in the U.S., no nuclear power plants will be built on active faults. But earlier you showed us a slide showing five faults. So this is the first time for me to know that fact. So my question is, regarding this matter, what kind of explanation was provided by the NRC, the state government, and the power operator regarding this matter to the local residents? And,Against that explanation, did the local resident provide any rebuttal? And if so, what was the rebuttal or what was the argument against having the nuclear power plant or against this explanation that was provided by the NRC, local state government, and the power grid? I think the NRC was trying to reassess this.Seismic issues at the power plant and try to reassure us that the power plant had been retrofitted for the seismic conditions that were there. But we did our research and we found historic maps, one of them from 1851 geological survey map.
that even before there was any cities there, any development there, the first explorers of that portion of California by the power plant named that stretch of coastline Earthquake Bay. 確かに原子力規制委員会にはこの断層をめぐる問題について再評価をするということを言っていました。そしてこの原子力断層と原子力発電所をめぐる問題については、原子力発電所は安全になるように後からこう設計して耐えうるように安全になっているということを説明しようとしました。対して私たちは私たちで独自の調査をし、そして昔の地図だとかを調べてきました。ある地図は1851年のアメリカの地質調査所のもので、これは当時まだ都市だとか開発が全く行われていなかった、それよりもずっと前のことだったんですけれども、ただその段階でカリフォルニアの電力会社がこの地域を調査したところ、ここは地震が起こる部分、アースクエイクベイだという言い方をしていたということまで分かりました。 We also found research by a man in Japan named Koji Minoru, who found paleoseismic evidence around the Daiichi site of a history of tsunamis right near the Daiichi plant. We have exactly the same study by another man named Gerald Kuhn for paleoseismic tsunami evidence all around the power plant. We showed that to the NRC. We showed that to the owners of the power plant. And we shared that with all of the elected officials. And we said that Mr. Minora was ignored in Japan for over 20 years.And look at the results. I say we have the same paleoseismic evidence of tsunamis in Southern California. And we said we need to heed the warning of Fukushima. There's too much similarity. So it didn't really matter what the NRC said or what the power plant owner said. We would counter them fact by fact with our own research. And it was oftentimes overwhelming research.To the point where the NRC, where the power plant owner had no rebuttal. また他の研究、独自の研究で分かったこととしては、日本の福島第一原子力発電所について日本の野村氏が行った調査によると、古代の活断層がある、古代からある断層がある、そして歴史的にこの地域で津波が起こったことを突き止めたという情報でした。そして全く同じ研究がアメリカ人のジェラルド・プーン氏によって行われていたということが分かりました。ですので、そしてその全く同じ古代の断層がこの原子力発電所の周りにあるということを突き止めたので、それを原子力発電所の事業者、そして議員など公職の場にある人たちに見せました。で、日本の野村氏は、彼が言っていること、日本の野村氏の場合は彼が言っていることについて25年間無視されてきたけれども、全く同じような古代の断層が同じようにカリフォルニアにあるのだということを示して、そしてこの福島からの警告を無視してはならないということを言いました。ですから、NRC や原子力発電所の、電力会社がどんなことを言っても、それをもっと上回る圧倒的な研究成果、また研究の結果がありましたので、きちんと反論することができました。そして私たちが示した研究調査の結果について NRC も電力会社も反論できませんでした。一つ一つ事実について反論していたということです。はい、他にじゃあ 1,2,3 の順番でいきます。まず、はい、どうもありがとうございます。7月に配分が決まったということなんですけど、その後の動きをちょっと教えてください。要するに具体的にですね、配分から配分をどういうふうにして止めて、どういうふうにして解散していくか、そ
そういう計画ができているかどうかですね。もしできているなら教えていただきたいと思います。Thank you for your presentation. You mentioned that it was decided in July to decommission. I'd like to know more about what happened after that decision was made. In particular, I'd like to know if there is any concrete or specific plans for the process of decommissioning, like how to deassemble the plant, etc. If there is such a plan, then I'd like to know more about that. The citizen groups that pushed for the decommission of the power plant are staying on the issue now. We're continuing to put pressure on the power company, on the state regulators, and the federal regulators to still put safety first. We're going to follow the process for many, many years now, and we'll gladly share that with you here in Japan. There are a number of problems that are starting to arise as we move forward. We learned a lot of things about decommissioning. One of the things that came up was the records of the decommissioning of a previous reactor on the site, Reactor Unit 1. And we learned a lot of dark facts about how that was handled. And we'd like to avoid that with the decommission of the two recent reactors, Units 2 and 3.現在この問題については市民のグループその廃炉についてずっと活動してきた市民のグループがこの問題については引き続ききちんとプレッシャーを電力会社や州レベルそして連邦政府の規制当局に対してかけ続けています。安全を最優先にするようにということでプレッシャーをかけ続けているんですが、このプロセスというのは今後何年も続くものとなると見ています。そしてそのプロセスについては喜んで日本の皆様と共有していきたいと考えています。ここに来ていくつか問題があるということが分かってきました。この廃炉のプロセスについて学んでいく中で分かってきたことです。そのうちの一つがこの同じ敷地内にあった古い原子炉1号機の廃炉をした時の記録を見ていくと非常に暗い事実あるいは非常にその対処の仕方がまずかったということを示す事実が出てきたということです。同じようなことがこの今ある2号機3号機について行われないようにしていくということが一つあります。じゃあ次。はい、ありがとうございました。桑原と申します。日本とアメリカの原発をめぐる状況というのはかなり違っているということは、それなりに理解はしておりますけれども、例えば日本ですと建設に際しまして、反対運動が起きると。しかしその反対運動を、殺気屋で頬を叩くというような表現を使いますけれども、原子力推進の政策の中で、お金をつぎ込んで反対運動を潰しながら建設をされたという結果があります。アメリカではその建設に際して地域の方々はどういう反対運動があったのかどうかということ、それからもう一つはですね、この311前の状況なんです。地域の方々は原発についてどのような情報をシェアなさっていたのか、で311の後情報はどこからどのような方法であるいは何用で情報が地域の住民の方々に届けられたのかということを聞かせていただきたいと思います。 Thank you very much for your presentation. My name is Kuwahara. I do understand that the situation surrounding nuclear power plants and nuclear power policy are quite different between Japan and the US. In the case of Japan, when there's a talk of constructing a nuclear power plant, oftentimes there's an opposition movement in the local area, but they would spend a lot of money to promote the nuclear power, and there's an expression in Japanese of slapping one's cheek with wads of bills. You're being thrown money at you, and the opposition movement is quashed with lots of money coming in from the nuclear power industry. So regarding construction of nuclear power plants in the US, was there an opposition movement in the local community? And
another point is, I tried to know about the situation before March 11th. What kind of information was shared to the local community before March 11th? And after March 11th, what kind of information in what way was shared with the residents in the local community? And where did that information come from? What kind? What was the source, or in what ways was the information distributed to the local residents? Yes, there was opposition to the power plant, just like in Japan. There were groups, large groups, thousands of people that opposed the power plant 40 years ago, when it was still a beautiful beach, pristine beach. And 建設に対して反対するということが起こりました。当時はまだ手つかずの非常に美しいビーチだったこの当時のことです。Some of those people became the mentors to this new group of professionals and politicians that were getting involved in this issue. And they shared with us their experience and their records and their photographs.And it was very helpful to have that connection across a generation. Part of my getting involved in this is so that my three small children are fighting this fight also for their safety. I think the group that I'm working with now is a very diverse group of people.I think they feel unanimously that the risks of these older facilities now approaching the end of their useful life is too great to continue operating. But back to your earlier question, I'll let her.その当時関わっていた人たちが今回メンターのような役割を果たしてくれています。現在今の問題に対処するべく新しいグループ、専門職ですとか、あるいは意識のそういう意識のある政治家が今関わっているわけですが、そういった今のグループに対してこの当時の経験ですとか記録や写真を共有してくださいました。このように世代をめぐる世代間のつながりがあるということは大変有用でした。そもそも私がこの問題に関わっているのも、私の3人の子供が自分たちの安全について戦い続けなくても済むようになるようにするためです。現在のグループというのは大変多様な人たちから構成されているんですけれども、現在の設備が耐用年数の終わりに近づいてきているにもかかわらず、このまま稼働させ続けるというのは非常にリスクが大きすぎるという点では全員一致しています。The information before March 2011 was mostly information circulated by the power company. And it was often very optimistic. They used the words clean, safe, reliable, too cheap to meter.But when I discovered radiation in the milk I was feeding my children from a disaster 8,800 kilometers away, I knew all of that I had been told was not true. それから2011年の3月以前にどういう情報が伝わってきたのかということに関してですが、これは主には電力会社から開封されてきた、あるいは電力会社から回されてきた情報で、非常に楽観的でした。クリーンだとか安全だとか信頼性が高いだとか、あるいは非常に安いだとかいうようなことが言われていました。けれども私自身、子供に飲ませようと思ったミルクが 8,800km も離れたところで起こった事故の影響を受けているということを知ったとき、自分が知らされてきたこと、聞かされてきたことは全く正しくないということを知るに至りました。After March of 2011, the power company tried
tried very hard with public relations to reassure the public that the power plant was safe. But while they were doing that, we had a number of things happen, such as workers inside the power plant started to voice their concerns about safety for themselves and their families. At the same time, we were doing research about the power plant in site conditions, seismic conditions, tsunami conditions, evacuation plans, economic impacts. And I think the information after March 2011, at least in the cities that I was engaged with, an equal amount of information was coming from the public groups as was coming from the power plant. So for the first time, there was another set of facts that oftentimes were different from the power plant's facts. And that was the beginning of the public discussion, which is continuing here now, today. 2011年の3月以降、電力会社はいろいろな PR 活動で住民に対して安全だということを再度安心させようとしました。けれども彼らがそのような試みをしている最中にもいろいろな動きがありました。例えば実際に中で働いている人たちが自分たちの安全、また家族の安全について懸念を表明し始めたということがありました。またさまざまな調査を原子力発電所の置かれている状況についてさまざまな調査を行われたということがありました。地震や活断層についての調査ですとか津波について、あるいは避難計画について、経済的な影響についてという観点からの調査が行われました。2011年の3月以降の情報というのは、この原子力発電所に関するいろいろな市民グループが発信する情報というのも非常に増えてきて、初めて原子力発電所のを運営している電力会社とはまた違う一連の事実が出てくるようになりました。そしてそれが法的な議論につながり、そしてこの議論というのは今でも続いています。We got pieces of information such as the man who was the chief engineer that designed the containment domes at San Onofre spoke publicly at a city council meeting. And he told the public that the plant was not designed for the forces that it could encounter at the site, and that he felt very strongly that the plant should be decommissioned at the end of its useful 40-year life. Should not be relicensed for another 20 years. He was very clear about that. That was the kind of information that was starting to circulate in the public. あともう一つ付け加えるならば、実際にサンオノフレの格納容器、格納ドームを設計したチーフエンジニアが都市、その地元の都市の市議会で発言した情報というのがあります。このエンジニアによると、この格納容器というのはその原子力発電所の立地条件で起こりうる強さに耐えうるような設計になっていないということでした。ですのでこのエンジニアは40年間の寿命が来たら廃炉にすべきであって、その後さらに20年間稼働を延長させるということはするべきでないということを非常に明確に話していました。その結果、このような情報が住民に広く普及されるようになりました。And another bit of information that was very powerful and helpful at the city council meetings was that we had two families from Japan who had left Japan after the disaster and moved to California. And they came to city council meetings with us and they spoke about the realities.Of having to leave and relocate. And their testimony, their description of what it's like to experience the unthinkable, had a profound effect on our city council members in Southern California. あともう一つ、
この市議会での発言で非常に強力であり、また有用であったことがあります。これは日本から事故後カリフォルニアに避難してきた2つの日本人の家族によるものでした。この市の市議会のミーティングに集会に私たちと一緒にこの日本人の家族が出かけていったんですが、実際に事故に遭って、そして住んでいたところを離れ別のところに引っ越さなければいけなかったことにまつわる現実について話してくださいました。彼らの証言、彼らが話してくださった内容というのは、今まで考えもしなかったようなことを経験したということで、非常に大きな影響をこの南カリフォルニア市の市議会議員たちに与えました。後ろの方で、はい、質問。村長。経済について2つ質問します。日本の YS と原子力発電所が運転されることによって、地元の自治体に発電料税などの税金や、あるいは電力会社からの寄付金などが流れます。これによって、原発を止めてほしいというような気持ちが起こりにくくて、地元のなかなか廃炉へ賛成するという意見が生まれないというようなことがあると思います。アメリカの場合はどうでしょうか。もう一点、アメリカでは最近シェールガス革命などによって原発の経済的優位性が下がってきたと思われます。これについて、アメリカのサンオノフレ原発が廃炉を決断したということに与えた影響というのはあるでしょうか。以上2点です。Two questions regarding economic aspects. In case of Japan, as you operate the nuclear power plant, various types of money or subsidies will be given to the local residents, such as in the form of a fuel tax that was collected and then put into the local community, or the power plant or the power companies would give donations to the local communities. So that makes it very difficult for the local residents.To have the sense that they want to support the decommissioning of the nuclear power plant. How about in the US? Is there a similar case in the US? One other question is recently in the US there's a so called shale gas revolution, which made the economic viability or economic rationale of the nuclear power plant diminished. So I'm wondering if this also had an impact on the decision to decommission the San Onofre nuclear power plant. What revolution? The shale gas revolution. And that puts the nuclear power plant less economically competitive. So I wonder if that has also had an impact on the decision to decommission. For your first question, yes, it was exactly the same situation in California. The electrical company had huge influence over the entire region. The head of public relations for the power company was also the president of the regional planning agency that controlled 191 cities and roughly 18 million people.We didn't know that before, but the power company, I think, had the ability to contribute money to not only local governments, but local chambers of commerce, local NGOs, and especially the environmental groups that would most be opposed to the power plant, received money.They were very skillful at neutralizing the entire region's survival instincts about nuclear power. 最初のご質問にお答えしますと、全く同じ状況がカリフォルニアでもありました。電力会社は地域全体に対して大きな影響力を持っていたのです。電力会社の PR 部門のトップというのはまた、
この地域全体の計画を担当する機関において、プレジデント、トップを務めていたということもありました。この地域全体のプランニング、地域計画というのは191の都市、1800万人の人口をカバーするというものです。以前は私たちはこの事実について知りませんでした。また電力会社というのはやはり献金を地方自治体に対して行ったりしていましたが、それのみならず、地元の商工会議所ですとか地元の NGO、また環境団体に対してもアプローチし、実際にアプローチされた団体というのはこういったお金を受け取っています。ということで電力会社は非常にその地元のコミュニティが原子力の問題に対して生存に関する能力を発揮させるということをやめさせるのに長けていたということが言えると思います。 And to answer your second question, yes, the natural gas prices dropping significantly had a huge impact on the economic decision to close that power plant. それから2つ目のご質問にお答えしますと、天然ガスの価格が急落したということも原子力発電所の廃炉に大きな影響を与えました。よろしいですか。そしたら、はい、もう一人、その後でまず最初にじゃあ。ありがとうございます。今日の講演会を共催させていただいてます原子力市民委員会の2つ教えていただきたいんですが、1つは日本ですと廃炉をしようとすると、銀行株主つまり出資者が非常に大きな抵抗勢力になると思うんですが、サーモノプレの場合はそういうことはなかったのか、今の、シェールガスの話があるので株主は説得されたのかどうかと、あるいは株主がその会社を訴えるこの決定に対して訴えるというような動きがないのか、ちょっとそのあたりを教えてください。もう一つは廃炉にした場合、日本では、原子炉を解体して、さら地にして、土地利用するというのが基本になっているんですが、もちろんそれに対しては解体しないという技術的な選択肢はあると思うんですけど、アメリカではこのあたりでどういうふうに議論なされていますか。Thank you very much. I belong to the organization that is co-sponsoring, one of the organizations that are co-sponsoring this event. I have two questions. In Japan, when the nuclear power, power company decides to decommission nuclear power plants, there is usually a very strong opposition coming from the shareholders or the banks, in other words, those that contribute the capital to the power company.So, was that the case in San Onofre? You mentioned the impact or the influence of the shale gas aspect. So, maybe the shareholders were convinced that this was the right decision. But then again, I'm wondering if there's any move from the shareholders to sue the company regarding this decision to decommission the nuclear power plant. My other question is, when it comes to decommissioning in Japan, the underlying concept or the thinking behind that is that the nuclear power plant is to be dismantled and the land or the site would be flattened so that it can be used for some other purpose. But of course there's a technical decision not to deassemble the nuclear power plant. So what is the discussion in the U.S. at the moment as to how exactly the decommissioning is going to take place?The first question on decommissioning costs. In the United States, there's a fund that's created. It's part of your electrical bill. A small amount is collected for 40 years. I think the fund in California for this power plant was about $2.7 billion of the $4 billion that they needed to.Complete the decommissioning of the power plant. They came up a little bit short. And
got agreement from the government to invest the $2.7 billion into high risk or higher risk investments to try to get a larger return, because I think they sensed that they were going to be forced into decommissioning early. As far as the gas, low gas prices did play a big part in forcing the company to make that decision. There were a number of factors that played into the decision to shut it down. Another big factor, besides the natural gas prices dropping, was that the power plant was in a legal battle with an NGO at the time. And as long as it was locked up in a legal battle, the power plant was unable to restart its reactors. So the longer the reactors were down, the longer that the NGO could tie up the power company with this lawsuit, the faster it pushed that power company to make the decision to pull the plug. But they also are intelligent, and they didn't pull the plug without thinking about their shareholders. There were some numbers circulated that they're still going to make another 14 billion. It was 14.33 or $4 billion over the next 60 years to babysit the spent fuel on site. I believe that they'll keep the facility for a while, but I'm not sure how they're going to deal with the spent fuel, if it will be dry cast or if it will stay in the spent fuel pools for that duration of time. That's under discussion right now. 先ほどの廃炉にかかるコストに関して、お話しすると、アメリカの場合は廃炉に充てるための資金というのがあって、資金を積み立てるためのファンドというのがあって、電力料金の一部が40年間電力料金のうちのほんの一部で小さな額なんですが、40年間積み立てられることになっています。カリフォルニアのこの原子力発電所について言うと、その資金がたまった結果として27億ドルありました。でもこれは40億ドル必要だと言われている廃炉の経費には少し足りていません。ということで、地元の政府としてはこの17億ドル分についてハイリスク、ハイリターンのものに投資をして、その廃炉のための費用に充てざるを得ないと考えているようです。おそらく、早い段階で廃炉を迫られていると感じているからなのでしょう。それから、ガスに関しては確かに、会社がこのような決定をしたことに大きな影響を与えましたが、廃炉に至る決定には複数の要因がありました。もちろん天然ガスの価格が下がっているということも大きな要因だったんですが、もう一つ大きな要因は電力会社が NGO との間で訴訟を担っているということがありました。で、その当時 NGO が他に電力会社に対して訴訟を起こしていたので、その訴訟が終わるまではその発電所を稼働できない、再稼働できないという状況がありました。ですので、その発電所が稼働できない状態が長引くほど、会社としては困るという状況が続いていたので、それで早く意思決定をするということという方向に働いたものだと思います。ただ意思決定をする、そして辞めるという決定をするにあたって、当然会社も賢く株主のことを考えなかったわけではありませんでした。で、実際に、このあと60年にわたって、数字が、140億ドル、あるいは143だとか144億だとかいう数字が出回っていますが、これだけのお金を儲けるつもりなんだと、儲けるという計画があるんだということも言われています。使用済み燃料をその現場で保管し続けなければいけない、管理し続けなければいけないので、それにまつわってこれだけの金額が入るためにこれだけの金額が関わっているんだということが言われています。実際にこの施設そのもの、設備そのものはしばらくそのままにしておくつもりのようですが、使用済み燃料についてはドライキャスク方式、乾式キャスクに
保管するということにするのか、あるいはそのまま新式にそのプールの中につけたままでずっとこの年、この年数を置いておくのかということは決まっておらず、まさにそれが議論の対象となっているところです。Regarding the shareholders, there was a shareholders meeting the day before the announcement, the public announcement to decommission the power plant. I don't know how the shareholders feel about the power company, but I do have to say that the discussion that was held publicly at the conference described situations in Fukushima that I don't think the shareholders ever heard from their power company. In other words, I think the shareholders heard some things about potentially losing one-third of Japan had things gotten worse and potentially evacuating Tokyo. I think the shareholders heard what the potential disaster could be like at our own power plant. And I think their conscience had something to do with perhaps urging the power company to not risk any more financially and not risk any more in terms of the larger community by keeping the power plant running. It was a very swift decision. I'm sure it had been contemplated for a long time. They were talking about running the power plant until the end of this year. But facts are very potent, especially when they come from unassailable experts or people with first-hand experience. And you have all those instances here in Japan with your own still ongoing problems in Fukushima. I think these facts are very powerful in terms of weighing the cost and benefits. It's no longer a hypothetical probability, but it's an actuality now that you're facing. I think these conditions need to always be brought to the forefront in discussing this with your elected officials. These risks are quite large, and the public, I believe, is the main stakeholder in any questions about safety at a power plant, and the public should be included in all those discussions up front and center, not off to the side and not in a secondary way. You should really be sitting at the table as an equal with the power company on these issues. You have the right, I believe, as a human. I think any civilized society would see that, how obvious that is. それから株主に関してですが、株主が実際のところこの点についてどう思っているのかということは伺い知れません。ただ廃炉にするという決定が発表されるその前日に株主総会が開かれていました。で、ちょうどそのサンディエゴで行った会議、公開の会議ではいろいろなことが話されていましたが、福島の現状についても当然話され、おそらくここでこの場でこの会議の場で話された福島の現状というのは株主が会社から聞いたこととは全く違うものだったと思っています。日本の国土の3分の1を諦めなければいけないほど状況が悪化しうるだとか、あるいは東京から避難しなければならない可能性もあると、あるいはそういった潜在的な可能性があったというような話がなされていました。ですのでそういったことをカリフォルニアの原子力発電所に引きつけて、どの程度の事故が起こる可能性があるのかということをおそらく考えたのではないかと思います。おそらく両親も手伝って原子力会社に対してこれ以上大きな財務的なリスクを負うべきでない、あるいはコミュニティに対して大きなリスクを負わせるべきではないということを言っていたのではないかと思います。非常にこの意思決定というのは、原子力発電所をめぐる意思決定というのは迅速になされました。ですのでおそらく株主というのもいろいろ長いこと時間をかけて考えてきたのではないかと思います。である時点では年末までは稼働させておくという話もありました。でも実際に提示された事実というのは非常に強力です。またこういった事実が全く反論できないほどの知見を持っている専門家から
出されたものであったり、あるいは直接の当事者からもたらせられた事実であれば、なおのこと強力です。そして、日本でもまさしく同じことが言えるはずで、実際にまだ福島の事故は継続しています。ですので、こういった非常に強力な事実ということをもって考えれば、コストと便益を比べると、もうそれは当然の自明の結論を導くのではないかと思います。すでに仮の可能性の話ではなくなって、現実のものとなっているわけですから、こういった事実を前面に押し出して、そして公的な立場についている政治家ですとかに対して伝えていくべきだと思います。実際にリスク、関わるリスクというのは非常に大きいですから、住民がまず安全については主要なステークホルダーなわけですので、中心的に関わっていく二次的な参加者ということというような位置づけや、本来の場ではないところで話をするというような関わり方ではなく、中心的に電力会社と同じ立場に立って話していくべきだと思いますし、また人としてそのような権利は当然あると思います。文明化している社会であれば、当然このような権利は認められるはずです。時間がちょっと迫ってるんですけど、最後提案されていたので、その方の質問で、前半の部分を終えたいと思います。木村と申します。日本のですね、新聞等の報道によるとですね、三菱重工製のですね、蒸気発生機の欠陥に基づく廃炉だという報道がですね、多いんですけども、今日伺った限りですと、それ以前にですね、福島原発の事故を津波の影響などですね、設置条件、海抜ゼロメートルに設置しているなどですね、原発の設置条件等のによるリスクを懸念して、住民の方が反対運動をして廃炉に至ったというふうに、聞こえるんですけども、その点では三菱のその欠陥のそういうことについてはちょっと今日お話し なされなかったんですけども、その点が一つと、それと三菱に対して損害賠償をですね、電力会社が中心になって行っていると思うんですけども、市民団体の方もそれに対して関与しているのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。以上です。My name is Kimura. According to the newspaper reports that we see in Japan, there were defects in the steam generators made by Mitsubishi Heavy Industries, the steam generators used at the power plant site, and that a defect in this device has led to the decommission. That's what we came to know about through newspaper reports in Japan. But based on what you talked about today, it sounds more like even before that problem, the local residents were very much concerned about various conditions of the nuclear power plant site, such as the fact that the plant is at sea level with tsunami zone, and how the Fukushima disaster was affected by tsunami, etc. So local residents were very much concerned about these conditions, and that has led to opposition, and that has led to decommissioning. So, you didn't say anything about the defects in the equipment made by Mitsubishi Heavy Industries. So that's my first point of first question. And my other point or question is that I believe there's a lawsuit suing Mitsubishi Heavy Industries for damages. There's a civil lawsuit asking for damages from Mitsubishi Heavy Industries that was brought on by the power company and others. My question is, are there any citizens groups involvement in this civil suit suing Mitsubishi Heavy Industries? The steam generator defects were the straw that broke the camel's back with San Onofre. The
defects that existed actually since the steam generators were installed in 2009-2010. Workers inside the power plant told us that when they started up the replacement steam generators, there was a strange vibration almost from the beginning, but nobody did anything about it. I don't think anybody knew what was really going on inside those units. So when they failed, one of them failed, there was a leak. The entire plant was shut down. When the plant was shut down, Southern California realized that it could live without a power plant. Just as you today, right now, I believe have no reactor units running. So all the public relations from the power companies about the reliability on nuclear power is dispelled the minute you're running without it. And I think the steam generator problem was presented by Edison as a pinhole leak in one tube that released a tiny amount of radiation, the equivalent of a dental x-ray. But that was enough for the public to organize. NGOs came on board and pursued the issue, and it resulted in a lawsuit against the power company. The power company eventually filed the lawsuit against Mitsubishi Heavy Industries. I don't know of any citizen groups that are participating in that lawsuit against Mitsubishi Heavy Industries. I could be wrong on that, but I don't know of any that are pursuing that. So there were preconditions and organization by the public before the steam generator problem became public. In fact, there were public meetings with the NRC and the power plant owner before the accident, before the steam generator failure. And they told us everything was fine. Nothing to worry about. And just a few months later, the power plant was shut down. It shut itself down. And the public knew, if everything was fine, why is the plant shut down? But when the reactors are shut down, the public realized that was the opportunity to really emphasize that society doesn't need these reactor units. 三菱重工のその蒸気発生機に関する不良不具合というのは、これは三号の筆発電所を廃炉にするにあたり、最後の本当に最後の一撃だったのではないかと思っています。これは実は2009年2010年頃にその機器が設置された当初から問題があったと言われています。初めの段階から異音がするということが実際に中で働いている人たちによるとあったあそうです。ただ誰もどうしていいのか分からなかった、何をしたら良いのか分からなかったということで、機器の内部がどうなっているか分かっている人がいなかったから放置されていました。けれども最終的にそれが故障し、そして放射性物質が漏れるという事態に発展して、そして原子力発電所が停止するという事態になりました。でこの時にでこの原子力発電所が一時停止したんですが、この段階で南カリフォルニアの住人はその原子力発電所がなくても生きていけるということを言ったのです。現在の日本の状況もそうだと思います。今現在稼働している原子力発電所はないと聞いています。なのでそれを考えると、電力会社が今までしてきた話というのは、その電力会社、原子力発電所は信用性がある、信頼性があるだとかいった話が全く信用に当たるものではないと、信頼するに当たるものではないということが分かったということです。もともとこの問題が起こった時も、電力会社のエジソンは非常に小さなピンホールが一つのチューブについて発生したというふうに言っていて、そしてそこから漏れ出てくる放射性、放射能についても歯科で歯医者さんで受ける X 線
検診の時に被爆するような量程度の小さなものだという発表をしていました。でもこれでこのようなことであっても、実際に NGO が組織し出すに十分でした。この問題を取り上げ、そして会社側に追及していき、この電力会社に対して NGO が訴訟を起こしました。その後、電力会社が三菱重工に対して損害賠償を起こすに至ったのですが、この三菱重工に対する損害賠償訴訟に市民のグループ、市民団体が関わっているかというのは知りません。間違っているかもしれませんが、知る限りはないと思います。そしてこの問題、その蒸気発生機のに関する漏洩、蒸気発生機が故障し放射能が漏洩したということが起こる前に、実は地元の人たちは NRC や電力会社とミーティングを持っていました。事故が起こる数ヶ月前のことです。その会議の場で NRC も電力会社も全く問題ないと、心配することはないと発言していたのです。にもかかわらず、その数ヶ月後事故が起こり、発電所が停止するに至りました。そこで本当に問題がなく、問題がないのならなぜ停止するような事態になるのだということになったということです。そして実際に停止するに至って、この地域に電力原子力発電所は必要ないということを強調する良いチャンスにしていこうという機運が高まりました。はい、どうもありがとうございました。それでは東賀さんに拍手を持っております。ただいちょっと時間が押しているんですけれども、10分間の休憩を取りたいと思います。非常にあやふやな時間ですが、この時計で、15時10分から開始をしたいと思います。外に書籍等持っておりますので、ご覧になってください。それでは今から休憩に入ります。